久保さん、今ねチャット GTP でね FX の手法を作ってね検証してる人もいるんですよ。でアクセス集めてますけど。<laughs> まあこれね、この前のセミナーでも言ったんですけど、頭のいい人はもうトレンドですよね、自流に乗る、その自流の情報に対してまたプラスしていくということですね、チャット g t p かけるなんちゃら、チャット g t p かけるなんちゃらっていう、これでリアルで分かりやすいのが、iPhone が新しく出た時にまに、これね、前テレビ番組のワイド、特集番組かなんかやったんですけど、もうその、事前に作っておくというか、Apple がこう多分ん予測をしてある一定の型を作っていくんですよ。正式に発表した瞬間 ににも工場にバーンで、ですよねでそうすると誰よりも早く出すっていう、iPhone4T、i p h o n e 5の新しいそのケースですよね。だから爆発的にまあ日本が一番 iPhone 買ってると思うんですけど、結局 iPhone は作れなくてもケースは作れるんですよ。で、そこに乗っかるっていうね。で、めちゃめちゃ儲かってるっていうことう中津でやってましたけど、ただとにかく早くやるってことですね。だからもう 会社中、そのアップルの、会社全員でね、社長も含めてこう全員でこのアップルのこの <laughs> 会見を見るみたいな。で、確定した瞬間にゴーみたいなね。だから速さ、スピードですね。だから大事なのはスピード。で、スピードが遅れると時代に乗り遅れるっていうね。波もね、こう、毎回来るわけじゃないですから。波が来たら、あ、来たってすぐの乗らないと、まあ、大きな波には乗れないですね。で、久保さんはね、 上手かったですね。仮想通貨の波乗れたしネットビジネスのアフリエートの波にも乗れたし <laughs> いいんじゃないですかいってらっしゃい。